英語以外に勉強しておくと得する言語って何だと思いますか？アメリカ人が勉強して得をする言語っていうので、スペイン語、ドイツ語、フランス語の中でスペイン語を勉強しても年収増えないんですよね。メキシコ人がスペイン語と英語を両方喋れるから。で、日本で行くと、中国語を勉強すると年収増えるかっていうと、中国人で日本語喋れる人を雇った方が安いっていうのがあって、そんなに年収増えないっていうのがあるんですよね。で、アメリカ人が勉強すると得をする言語っていうのがフランス語とドイツ語っていうのがあって、で、僕はフランス語を選んだというか、僕が選んだというか、うちの彼女がフランスに行きたいって言ったからフランスにいるんですけどね。第二言語でフランス語を学びたいと思ってるんですが、スキルとしていきますか？英語と、ちょっと鼻が合います。英語とフランス語だけなんですよね。全部の大陸で話されてる言語って。フランスってタヒチとかがフランス語だったりとか、あと、なんか、天国に一番近い島と言われているノースカレドニア？ニューカレドニアか。ニューカレドニアとかもフランス語だったりとか、で、アフリカもフランス語圏だったりして、で、アメリカだと、アメリカ大陸だと、カナダのケベック州、モントリオールとか、あそこら辺もフランス語だったりで、実はフランス語圏って結構多いんですよ。で、ギアナ、フランス領ギアナとかもフランス語だったりするので、南米の方もフランス語の地域ありますよってことで。で、ハイチとかもですね。なので、実はフランス語ってアフリカでも半分ぐらい使われたりするので結構便利ですよっていうので、国連とかの公用語でもフランス語使われたりするんですよね。なので、英語は英語で基本的には便利ですよねってなるんですけど、じゃあ次にどこの言語を覚えるといいのっていうと、結構フランス語って使えますよって話でした。